親子とか関係ないですからね、もう取り合いですからね。勝って引退させたいと思います。あら、父岩田康成騎手、息子岩田未来騎手、奇跡の親子トークスペシャル。二人でいいレースできたかなっていうのはありますね。本当すごい父親だなと思ってました。レースでしのぎを削る親子二人の絶対聞けない裏話が続出です。